不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田中先生の不動産大学、需要事項説明で説明する法令上の制限、具体的に教えてください。へーん。ということで、このチャンネルは完全独学で10個資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、今日やりたいのは35条書面ですね。宅建情報のところの35条書面、需要事項説明書に記載する内容のうち、法令上の制限のですね、ところになってくるんですけども、これ覚え歌でも最初の方に歌っている部分になります。ここ実は誤解する方は結構多いんです。まずですね、覚え歌の該当箇所を聞いてみましょう。こちらです。土地に法令、電気とみかん、増宅、土砂、津波、災害。ハザード。はい、今まさに陶器に法令っていう風に言ったと思うんですけども、ここの部分についてちょっと細かく解説したいと思います。重要知識カットイン。はい、ここからですね、宅建士合格の定説をお持ちの方は、P88 ページ開いてください。ここのですね、35条書面の表の記載事項のところの内容を今からやりますんで、お持ちの方はぜひそちらの方を開いていただければと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、ここですね、この陶器に法令の法令って何を言ってるかというと、都市計画法、建築基準法、その他の法令に基づく制限で、政令で定めるものに関する事項の概要でございます。これを説明するんですけど、じゃあこれ具体的に何なのかっていう話なんですけども、まあ、例えばですね、建築基準法で言えば、容積率とか建蔽率とか、この辺は、建築基準法のお話ですよね。こういったところなんかも、まあ、もちろん説明するっていうお話になってくるんですけども、これですね、重要なのは、売買と交換に関しては全部説明するんですけども、建物の貸借に関しては、建物の賃借人に適用される制限だけなんですよ。具体的にどういう法律を説明するのかっていうことなんですけども、これ実際の売買の重要事項説明書の該当箇所をですね、皆さんにお見せしたいと思います。これ実物でございます。いきますよ、こちらです。はい、こんな感じでですね、まあこれが全部ってわけじゃないんですけども、主にですね、よく説明することが多い法令がこういうものになっております。例えばですね、都内の物件でよくあるのが、このですね、ここにチェック入ってますね、景観法。これよくあります。景観法って何なのかというとですね、場所的に言うと、例えば浅草とか、ああいう、なんていうんですかね、街並みを重要視しているような場所によくかかってます。東京都だとですね、景観法をもとに、景観条例っていうのが、区によってかかってたりします。例えばこの重要事項説明書には何と書いてあるかというと、東京都景観条例に基づく、東京都景観計画の一般地域内にあるため、一定の建築物、工作物の建築や、開発行為等を行う場合には、景観行政団体の庁に届け出が必要になります。ということですね。要するに事前に届け出しなきゃいけない場合があるということになります。要するにやっぱり景観を守りたいんですね。変な建物とか変な見た目のものを作られたくないっていう場所なんかにこういうのがあったりするんですけども、こういう場合に関しては、そういう建物をですね、建てるときとかなんかに事前に届け出をするという必要があったりするっていうような感じの、まあ、制限がかかっているんで、買おうとしている人に説明しなきゃいけないという内容になっております。あくまでこれは売買ですね。売買交換の場合でございます。アパートを借りようとする人にこんなこと説明しても意味がありませんので、建物の賃借人に関係ないものに関しては建物の住設には説明不要でございます。ここが非常に重要なんです。建物も全部説明するんだみたいに思っちゃう人いるんですけども、違います。アパートの住人とかに関しては関係ない法律に関してはですね、全然説明する必要ありません。あとは宅地の賃貸借に関しても、土地の所有者に限って影響を及ぼすような法律に関しては説明する必要がないという形になりますので、もう法令だったら全てどの取引でも説明しなきゃいけないっていう風な覚え方をする人は非常に多いので、そうではないということをまず頭に入れておきましょう。あとですね、都内でよくあったりするのは航空法とかですね。航空法って何って感じだと思うんですけど、建物の高さなんかが制限されたりする場合があるんですね。例えばこの住設の場合だと何て書いてるかというと、対象不動産は、米軍横田基地の外側水平表面に位置するため、航空法第56条の規定により、高さ152メートルを超える建築物の建築はできません。なお、航空機の往来に伴い、騒音が発生する場合がありますということでですね、このように書いて説明されておりますということなんですね。要するにですね、飛行機がこう離着陸するようなところっていうのは、あんまり高い建物を建てられない区域があるわけです。そういうのが航空法で決められているんで、その場所の土地や建物を買おうとする人には説明しておかないと、もう俺もっと高い建物を建てようと思ってたよみたいなことを言われると困るので、普通建物の高さとかっていうのは、例えば都市計画法とかそういうところで定められたりとかする場合はありますけども、この航空法でもですね、別の方面から規制が入ってるんで、そこに関してご説明をしなければいけないというようなお話でございます。
まあ、このようにですね、今画面に出ているものが、この売買交換で該当する場合に説明しなければならない事項という形になります。で、よくですね、聞かれるのが、じゃあ建物の貸借、要するにアパートの賃借人に対して説明しなければいけない法令上の制限って何があるんですかってよく聞かれるんですけども、これ私、いろんな参考書をですね、見ました。あの、宅建のですね、あの取説とか、みんなが欲しかったとか、あの、いろいろ、この前ご紹介させていただいた虎の巻とか、ほとんどの書籍私持ってるんで、見てるんですけども、あの、多分ね、私が調べた限り書いてあるのを確認できたのはこれですね。デル順だけでした。デル順のどこに書いてあったかと言いますと、デル順のですね、176ページに書いてあるんですね。宅建業法のところの。これちょっと今、あの、皆さんにお伝えしますと、建物の貸借の場合は、法令上の制限について説明対象となるのは、新住宅市街地開発法の一部、それから新都市基盤整備法の一部、そして流通業務市街地の整備に関する法律の一部だけでございます。これ私以前動画でもやりましたが、これだけでございます。なので都市計画法上の開発許可に基づく制限とか、建築基準法の建蔽率とか容積率とか用途制限なんかについては、建物の貸借に関しては説明いりません。アパートの住人にこんなこと説明しても意味がないからでございます、という風になっているということでございます。まあ、今の最後のところはですね、本当あの過去試験で出たことありますけども、非常に脇の知識です。重要なのは、あの全部あの建物の貸借だろうが土地の貸借であろうが、すべての取引に関して今この画面に出ているものを全部説明するということじゃないということです。これ覚えただけですね、なんとなく聞いているとそういう風に思い込む人がいるんで、そうではありません。あくまで売買交換は該当するものをすべて説明しなければいけませんけれども、貸借に関してはそうじゃないものがあります。貸借の私今まで充設したことありますけれども、法令上の制限で説明したことは私の記憶上ないですね。ほとんどありませんということでございます。ここですね、よくわからないという方、必ずこの動画見終わった後テキスト絶対確認しておいてください。ここは誤解する方が多いので、あの誤解のないように正確に覚えておきましょう。ということで、また明日。